それいけ、アンパンマンだだんだんと双子の星は2009年7月4日、公開の映画、それいけ、アンパンマンシリーズ通算第21作。同時上映作品は、それいけ、アンパンマンバイキンマン、VS バイキンマン全日本私立幼稚園連合会、社会福祉法人日本保育協会、社会福祉法人全国社会福祉協議会、全国保育協議会推薦作品。 劇場公開第21作目。本作では、前作、妖精林林の秘密に登場した氷の女王や砂を、床が登場したり、第13作、ゴミラの星のヤダ聖や、第11作、勇気の花が開く時の鉄の星が、デビルスターに滅ぼされるなど、過去の劇場版と関連する部分があり、ゴミラや小鉄ちゃんなど、過去の劇場版に登場した、ゲストキャラクターも登場する。 本作では、第5作、恐竜の死意の大冒険、第10作、手のひらを太陽に、のように石のように固まってしまう描写がある。双子の星の妖精、キララとキラリ。キララは流れ星を降らすことが大好きなお天な、女の子で、キラリは星を見守る優しい女の子だった。そんな二人は、ある日、喧嘩になった際に地上に落ちてしまう。キララは、 湖のほとりに落ちたところをアンパンマンに助けられる。その頃、ヒアリ城では、ドクターヒアリがだだんだんに心を与え、ジャイアントだだんだんへとパワーアップさせる実験を行っていた。そこへ、謎の光が降り注ぎ、ジャイアントだだんだんを操る力を持った謎の黒い妖精、ギラリが現れる。そんな中、キララとキラリがいなくなった星空では、 世界のすべてを滅ぼす力を持つ、デビルスターが、強大化し、周辺の星々を襲撃し始めていた。詳細は、アンパンマンの登場人物一覧を参照。アンパンマン星、とだけエコバイキンマン声、中尾流星じゃ無おじさん声、増岡オカヒロさん声、佐久間栄明犬、チーズ星、山寺光一ドキンちゃん声、鶴広美ホラーマン星、気持ち兼ねたドクターヒアリー声、 千葉シュゲル劇場版本編への登場は4年ぶり、3度目。食パンマン声、島本スミカレーパンマン声、柳沢道代メロンパンナ声から金井イミカ、クリームパンダ声、長沢美きみみ先生声、滝沢ロコカバオクンセ声、山寺光一ピョン吉声、原里子コウサコ声、中村博道美チビゾウく声、坂本千奈津熊ふとしぶた大きい子カビルンルンキララ声。 スザンヌ双子星の妖精で、キラリの妹。星の杖の能力で流れ星を大量に飛ばすのが役目。流れ星を飛ばしすぎたことが原因で、キラリと喧嘩し、アンパンマンワールドに落下してきた。自分たち姉妹のせいで、宇宙に最悪をもたらすデビルスターが活動してしまったことに責任を感じ、キラリとジャイアントが段々に乗り込んで、デビルスターに特攻する。最後は、 自分の心を持ったジャイアントが段々により救出され、小鉄ちゃんが操縦するロケットで姉妹揃って宇宙に帰っていった。キラリコエマーガリン双子星の妖精で、キララの姉、星の杖の能力で星を輝かせるのが役目。キララが流れ星を飛ばしすぎて、星の輝きが邪魔されたことで喧嘩になり、キララと共にアンパンマンワールドに落下してきた。その際に、 ドクターヒアリが作っていた心の玉の中に入ってしまい、ギラリとなってしまった。キラリと力を合わせることで、バイキン UFO を跳ね飛ばすほどの光を放出する。ギラリ声、宮川美穂キラリが心の玉に入ってしまい、変身した姿。ジャイアントダダンダンを操る力を持ち、必要にキララを狙う。キララとキラリの力を吸収することで、ジャイアントダダンダンは、 より強力な戦闘形態に進化を遂げる。キララに執着する理由は、キララとキラリの二人で星空に帰りたかったためであり、最後は、キララの星の杖の輝きで元に戻った。クロワッサン王妃生、キャサリンクロワッサン生に住んでいる王妃。クロワッサン姫へ、牧口正樹クロワッサン、王子クロワッサン生の王様ゴミラ声、高野霊、ゴミラの星以来八年ぶりの出演で、 同作の終盤の展開を反映し、本作では、ヤだせいにいた。小鉄ちゃん声、藤井常久、勇気の花が開く時以来10年ぶりの出演となる。小鉄爺さん声、山寺光一、勇気の花が開く時以来10年ぶりの出演となる。氷の上手な男声、山寺光一パイナップル万世、山寺光一パインちゃん声、原恵理子パイナップルダンサーズ以上。 デビルスターによって動けなくなったキャラクターたち。デビルスターキララとキラリが作る星の輝きがなくなると、現れる全ての世界を滅ぼす力があると言われる悪魔の星。常に黒雲と黒い雷を伴っていて、黒い雷に当たると、石のように固まってしまう。クロワッサン星やゴミラの星のヤーダ星、鉄の星を全滅させながらアンパンマンワールドに近づいてきた。 本体の外見は顔のような姿をした小惑星であり非常に固くアンパンチでもビクともしない今までの敵と異なり世紀が全くないあらゆる攻撃をものともせず逆に黒い雷でアンパンマンワールドを一方的に蹂躙。作中における逆転のきっかけとなる事柄を容赦なく摘み取っていくも最後はジャイアントがだんだんに押し戻され星の輝きを受けた アンパンマンのスターライトアンパンチで粉々になった。アンパンマンゴード金 UFO ヒアリ UFO バイキンメーカー、編集ジャイアントだだんだん増売金 UFO だだんだん、OP に登場。デザインが新しくなっている。思考を踏んで岩を飛ばすなどして、アンパンマンと戦うがあっという間に倒された。そして修理している際に、ドクターヒアリに心の玉を取り付けられ、ジャイアントだだんだんとなった。 ジャイアントだだんだん声、原口明木政ドクターヒアリに心の玉を取り付けられ、心を持った巨大なだだんだん。そのため自分で考え、自分で動き、自分で戦うことができる。しかし心の玉にキラリが入ってしまったため、キラリに操られるようになってしまった。星の妖精のキラリが入ったためにパワーが過剰になって一度は動作不良を起こしたが、 バイキンマンが改造して制御できるようになった上、ギラリの力でさらにパワーアップする。後から背中に取り付けたランドセル型のロケットエンジンで空を飛べる。アームを高速回転させて竜巻を起こしトリプルパンチをも防ぐ。キララとギラリの杖が重なった時に生じたエネルギーで、右手に雷球を発射する銃、左手に鎖つき手球、アンテナからホーミング後弾を発射する。 漆黒の悪魔のような姿に進化した。デビルスター戦では、非常に高度の高いデビルスターの一角を、切り崩すほどの強力なレーザーも放っている。キラリがキラリに戻った結果停止したが、キララとキラリの星の杖の輝きで再起動し、本当の自分の意志でデビルスターに立ち向かう二人とアンパンマンを助け、デビルスターを押し戻すも期待にかかる負荷に耐えきれず、爆発した。 しかしその時生じた光を浴びて、アンパンマンが放ったスターライトアンパンチでデビルスターは破壊された。すべてが終わった後、ジャムおじさんが本物の心が芽生えたのかもしれないと言ってさらに、アンパンマンたちが夜空を見上げた時、空にはジャイアントだダ,ダンダンが星座となって輝いていた。オープニング、アンパンマンのマーチエンディング、勇気凜凜作詞、柳瀬隆、作曲、 三木隆、カ歌、ドリーミングテーマ曲、二つの光キララとキラリ作詞、柳瀬隆、作曲、ミッシェルカマ、編曲、坂別吉、歌、ドリーミングドリーミングの、二つの光のアレンジ版。原曲の、月子と白玉ときめきダンシングのエンディング、二つの光月子と白玉とは、歌詞が同じだが、メロディーやリズムが全く違う。テーマ曲、ダダンダン、作詞、 柳瀬隆作曲、ミッシェルカマ、編曲、小賀俊博、歌、中尾流星本編の主役とも言えるメカ、ダダンダンのテーマソング。なお、この曲は2008年に、高知県上市の上市立柳瀬隆記念館に、建造された巨大な銅像、ジャイアントダダンダンをイメージして作られた。挿入歌、カンタータ二つの光作詞、柳瀬隆作曲、ミッシェルカマ、 近藤博明、編曲、近藤博明、歌、安西康隆、遠山敦志、長井隆志大野博志、石塚祭、鈴木陽子、三谷智代、池原幸の、こといりか、それいけ、アンパンマンがだんだんと双子な星の同時上映作品。ある日、絵描きのベレちゃんを連れ去った、バイキンマン。バイキン城で、アンパンマンをやっつけるかっこいい姿を描かせるが、ドキンちゃんに、 所詮は、ただの絵、バイキンマンは、絵の中でしか勝てないと酷評されてしまう。その言葉に怒ったベルちゃんは、不思議な絵筆で描いた、バイキンマン、絵バイキンマンを実体化させる。絵バイキンマンを手下にアンパンマンをやっつけようとすれば、イキンマンだが、手下という言葉に反発した、絵バイキンマンが、本物のバイキンマンを、バイキン城から叩き出してしまう。あの手この手で、 バイキン城を取り返そうとするバイキンマンだが、すべて失敗してしまう。果たしてバイキンマンは、バイキン城を取り戻すことができるだろうか。レギュラーキャラクター、編集アンパンマン星、とだけ小バイキンマン声、中尾流星ジャムおじさん声、増スオカヒロシバタコさん声、佐久間冷明剣、チーズ星、山寺孝一ドキンちゃん声、鶴広美食パンマンの絵を描くよう、ベレちゃんを追いかけます。 ホラーマン星、気持ちきかねた普段他人を怖がらせることは滅多にないが、本作では珍しく、ベレちゃんを怖がらせた。ドキンちゃんの絵を描くよう、ベレちゃんを追いかけ回す。カバオ君生山寺光一ぴょン吉生原入子宇佐子生中村広道光尾君生坂本千夏カビルンルンバイキンマンがバイキン城から、追放された後、え、バイキンマンの言いなりになってしまうが、バイキンマンが、 罠として差し出したケーキを、エヴバイキンマンと一緒に喜んで食べていた。ゲストキャラクター、編集、ベレちゃん萌え、新山千春日本の絵筆での能力でいろいろな絵を描ける画家の女の子。赤いベレー帽をかぶっており、体をベレー帽に収めて移動することができる。日本の絵筆での能力で描いたものを実体化させたり、実体化されたものを元の絵に戻したりすることもできる。ドキンちゃんに、 ただの絵と言われたことに怒って、絵バイキンマンを絵から出した。語尾にベレをつけ、フランス風の話し方をする。絵バイキンマン性、山寺孝一ベレちゃんの絵筆の能力で絵から誕生したバイキンマン。俺様バイキンマンやバビブベボーとしか喋れないが、バイキンマンには言葉がわかる。また、バビブベボーということが多く、それを交えて話すこともある。 メカ作りの能力もわがままで甘いもの好きでおだてに、弱い性格も本物そっくりで、バイキンマンに手下になるよう言われたのを拒否して、争いになり、バイキンマンを、バイキン城から追い出してそのまま乗っ取る。最後は、バイキンマンと一致団結して、アンパンマンに勝負を挑むがあっさり負け、ベレちゃんの絵筆が当たって、本物諸友への中に戻った。エンディングの最後にも姿を見せる。 おしまいの声ゲスト声優の新山の娘、小春が担当。おしまいのクレジットを読み上げる。ドキン UFO キンメカ、編集バイキン UFO キンクレーン社キン UFO の変形メカ。エバイキンマンに乗っ取られたバイキン城を取り戻すために穴を開けて入ろうとするが失敗してしまう。モグりにエバイキンマンに乗っ取られたバイキン城に入るため、 バイキン UFO を変形させて地下から侵入するが、失敗してしまう。エバイキン UFO へバイキンマンが作った UFO。継ぎはぎだらけだが、本物のバイキン UFO よりも強い。三角ゴミロボ星、宮川美穂へバイキンマンが、ゴミの山から即席で作ったメカ。四角ゴミロボ星、坂本千夏バイキンマンが、ゴミの山から即席で作ったメカ。三角ロボと戦い。 共にどんどん大きくされていって、最後は組み合ったまま一緒に大爆発した。黄金バイキン UFO バイキンマンとエバイキンマンがアンパンマンを倒すために協力して作り上げた UFO。その名の通り黄金に輝き、触覚の数も5本に増えている。なぜか目を輝かせながらアンパンマンを襲ったが、アンパンチ一発で吹っ飛ばされてしまった。いずれも原曲はアンパンマン絵描き歌。 オープニング、お絵描きベレちゃん。作詞、柳瀬隆。作曲、泉拓。編曲、中山里志。歌、新山千春、新山小春エンディング。アンパンマンの絵描き歌。バイキンマンの絵描き歌。作詞、柳瀬隆。作曲、泉拓。編曲、近藤弘明。歌、戸田恵子、中尾隆盛。コーラス、ドリーミング、増岡博カ佐久間玲。 山寺光一、鶴宏美、肝付きかネタ映像はキャンバスにアンパンマンやバイキンマンの絵が描かれるという曲通りの内容。なお、クレジットが終わる前におしまいがキャンバスに表示される。なお、過去の劇場同時上映作品、ドキンちゃんのドキドキカレンダーでバイキンマンは自分の絵描き歌がないことを悔しがっていた。OVA では約10年前に発表されていたが、 時を経てようやく夢の一つが叶ったということになる。それいけ、アンパンマン映画作品、ありがとうございます。